続いての仕掛けでは相方入江を騙す。入江がろくろを回すと頭上に水風船が登場。それを夫人が吹き矢で割ってずぶ濡れに。どう？うわ、難しいです、これ。そうでしょ、じーっと見てて、ね、集中してね。夫人の合図で音もなく風船スタンバイ。そして頭上の屋根をオープン。ゆっくりね。はい。比べたら全然いいわよ。え？やってみる？やってみる。すべては夫人の余生のため。で、あの粘土持ってきてくれる？はい。ええ、そっちそっちよ、そっちそっち。ここあるですよね。夫人。